です。今回ご紹介する楽曲はこちらです。ドワドワ、はい、シリーズ1と呼ばれるスーパーアクション AT セルマですねの35万番台、こちらをレビューします。マーク7から次にモデルチェンジしたのがこちらのシリーズ1と通称ね呼ばれるものなんですが、1981年から4年間だけ発売されていたモデルで、1985年までですね。当初は金メッキのモデルを確か伊藤武さんと渡辺貞夫さんが吹いていたようによくしています。なんですぐシリーズ2に変わってしまったかというと、売っても売っても全然儲けがないということで結構苦しんでいたようです。でそれで、シリーズ2の初期なんかはフロントキーの形状だったかなと、どっかのあのバネが違うだけでほぼ、シリーズ1と一緒なんだけど値段だけちょっと上がっていると。これもあの初期とあの後期では全然違うようです。初期の方はマーク7のね楽器を流用されてっていう話がありますが、中期後期になってくると、まあもちろんこのためにねあのパーツもあの生産されますし、まあ機械の工程がすごく増えてくるので結構品質が安定してくると。それでシリーズ2に突入していくわけですね。私すごくこの個体気に入っています。実はあの現行っぽいんですよ。このアクションとかすごくもうシリーズ2とかと全く変わらない感じなんですけども、自由度が全然違う。ここに行きたいっていうのをねあの素直にあの表現してくれる、いいモデルだなと思いました。シリーズ2とか3、まあ、今のヤマハ、柳沢とかちょっとこう自由度が低いんですよね。もうちょっとこっちに行きたいのにこの辺で止まるとか、もうちょっとこの辺行きたいのにこの辺で止まるとか、まあその分あのコントロールしやすいなんて初心者の方はねこの範囲で収まるのであのいいなんて言われてるかもしれませんが、だんだんコントロールできてくると、もっとこの辺にここだけ行きたいなとか、この辺に行きたいなとか、そういうのがね出てくるわけです。その時にこういう楽器はあのものすごく自由度が高くてですね、行きたいところにあの行かしてくれるので、ものすごくいいなと思いました。今でもねあのたくさんの人が探しているっていうのはよく、わかります。マーク6は自由度高いんですけど、もうちょっと軽いですよねやっぱりね。こっち結構あのヘビーな音で自由度も高い。なかなかあのこういう吹奏感の気持ちいい楽器っていうのは、ないかなと思います。ということで今回ねスーパーアクション AT、シリーズ1にこちらのメイヤーですね、リミテッドエディション。ガチャはなんと、森田管楽器サービスで発売されるというあのメイヤー専用のリガチャです。かなり音太くなりますね。でこのリミテッドエディションもね結構ねこの個体はものすごいあの太くダークにあのファットになってくれる感じなので、結構モワという感じでねお届けしました。はい、ということで見たら試してみることをおすすめする、すごく自分的には気に入った楽器でした。またね。